寄生服とは、医療事業者が商品化し大量生産した、医療品のこと、あらかじめ特定のサイズの服を用意しておく、寄生品の服のことである。ハンガーで吊るした状態で売られていることから、吊るしと呼ばれることもある。対義語は、着る人のサイズを測ってから作る、注文服、オーダーメイド。寄生服は、あらかじめ特定のサイズの服を用意するわけであるが、そのサイズの設定方法には、 様々な種類がある。具体的な数値は各事業者ごとに異なるため、表は一例である。ただし、実規格など様々な規格が国ごとに定められている場合が多い。標準体系を基準として一つの慎重に一つのサイズのみを対応させた設定方法。標準体系の場合はぴったりのサイズとなるが、大多数の人にとってはズレが生じる。 ただ、ほとんどの服では、ぴったりしたサイズの服である必要性が薄いため、最も一般的な方法である。サイズが小さい方から、S、M、L の順に設定されていることが多く、その場合さらに S より小さいサイズとして SS などが、L より大きいサイズとして、XL や2リットルなどが設定されていることもある。なお、子供服などでは、おおむね10センチメートル刻みで身長を表記したものが、 用いられる。SML よりも小刻みに設定されたものに号がある。この場合は号の前につく数字の代償がサイズの代償を表している。SML などに比べてサイズの数が多いため比較的体にフィットした服に用いられることが多い。紳士服と婦人服とではサイズの分け方が異なり、紳士服の場合は身長の違いでサイズが分けられており、 婦人服の場合は、同意の違いで、サイズが分けられている。男性用のスーツなど体にフィットした服では、上記のサイズに加えて、体型の違いが考慮されたサイズが用いられる。具体的には、標準体型を、A 体とし脅威と同位との差が大きいものを、Y 体、逆に差が小さいものを、B 体とする。また、より厳密に、Y 体と A 体の中間として、屋体、 A 体と B 体との間に AM 体や AB 体、B 体より差が小さいものとして、O 体などが用いられることがあり、その場合 B 体は BB 体と表記されることもある。ただし、体型を考慮したとしても全ての人にフィットする服は作れないため、スーツなどでは今なお、オーダーメイドで作られることも珍しくない。以下、表では、脅威の違いで行を分けているが、 両販店などでは分かりやすくするために、便宜上身長の違いを号で分けていることが多く、ダグも身長、脅威、同位の三元表示といわれる表記法が一般的である。なお、スーツにおいて表記されている身長は、着丈にプラス25で計算されたものである。体型の違いを考慮すると、サイズの数が膨大になるため、両販店などでは該当者が少ないサイズを省いた。 品揃えが一般的である。特定の服に関連したサイズもある。例えばワイシャツでは首回りと袖丈とでサイズ分けされていることが多い。ありがとうございます。